強い台風13号は今夜遅くから明日の昼頃にかけて関東地方にかなり接近し上陸する恐れもあります。厳重に警戒してください。そして今日のお昼に台風14号が発生しました。現在フィリピンの東の海上に発生した台風14号ですが、今週末にかけては沖縄に接近する可能性も出てきました。夏休みでマリンレジャーなど出かける方も多いと思いますが、進路によっては波が高くなる可能性もありますから、最新の台風情報を確認してください。ではこの先の全国の天気です。まずは西日本から沖縄です。沖縄週末台風の影響が受ける可能性がありそうです。最新の情報を確認してください。九州から近畿にかけて引き続き晴れて気温の高い日が続くでしょう。続いて北日本から東日本です。東海地方猛烈な暑さが続きます。体調管理はバッチリと行ってください。そして関東地方から東北地方にかけて、こちらは明日にかけては台風13号の影響で大雨暴風に警戒が必要です。北海道はすっきりしない天気が続くでしょう。